初めの一歩を応援する音楽サービス専門店、平瀬楽器の平瀬智樹です。おはようございます。以前にもお話しさせていただきましたけども、黒川先生の新刊だからピアノを習いなさいが出版されました。こちらの本非常によく売れておりまして、実は今メーカー品切れらしいんですね、結構重版っていうんですか、再版っていうんですかね、重ねているそうです。それぐらい売れる本ってね、なかなか楽器業界は出てこないんですが、本当にスマッシュヒットな一冊。確かにね、読んでみると読みやすいんですが、なかなか中が深くて、非常に面白い一冊なんですが、この黒川先生、実はね、よく本当に親しくしていただいておりまして、先日もあのお店に来られた際にちょっとお願いをさせていただきまして、こんなものを書いていただきました。はい、こちら黒川先生の直筆サインでございます。まあ今更感ちょっとあるなと思いながらお願いしたんですけれども、せっかくなんでこちらの本と一緒に飾らせてほしいということで、一言書いていただきまして、飾っております。ピアノが上達して心が豊かになることを願ってという非常に、嬉しい言葉を書いていただいてます。これはね、当店三田センターに飾ってあるんですが、藤原台センターの方も別のメッセージ書いていただいて飾っておりますので、ぜひチェックしていただければと思います。黒川先生ね、結構気さくにサインいただけるんですが、こうやって飾ってるお店ってなかなか少ないと思いますので、ぜひご覧ください。当然非売品ですので、販売はいたしませんが、ぜひぜひ手に取ってご覧いただければと思います。と合わせまして、先ほどのだからピアノを習いなさいもよろしくお願いいたします。はい、店頭ではこんな感じで並んでいます。もうちょっとね、残り冊数少なくなってきてるんで、追加発注してますが、現在品切れ中ということで、なくなるのが早いか入ってくるのが早いか、ちょっとドキドキヒヤヒヤしております。